はい、皆さんこんにちは。ちょっとすいません、眩しいんで帽子とサングラスをちょっとつけさせていただきますね。私事で申し訳ないんですけれど、紫外線が強いところではサングラスをかけるようにって私眼科に言われてまして、っていうか何ですかね、こっちの方が眩しいのかな。日本の人って晴れてる日でもサングラスってあんましないですよね、うん、ここだともうみんなサングラスしてるのがもう普通みたいな感じで、もう晴れてるとサングラス、出ないと眩しいしね。で、まあ私の場合はなんて日本語でなんていうのかちょっと忘れましたけど、加齢性なんとか黄斑っていうね、目の中に要は黄斑って黄色い斑点みたいなのができて、でそれがひどくなると、こう視野の一部がこう歪んで見えたりとか、半分見えなくなったりとか、まあ、そういう、それになったわけじゃないんですよ。なる毛があるって言われてるんですよね、眼科に。だから、紫外線が強いところは目にね、悪いからサングラスをかけて、で、あと、帽子もかぶるんだ、帽子もかぶって、まあ、これ、ハゲ隠しっていうのもあるんですけどね。で、あと、目のなんかビタミン、これも飲めって言われて、で、まあ、そんなの飲んでて。でね、今日は2日前にスカイトレイの動画を撮りに行って、出てきたんですけど、ものすごい雨 で家帰って見たんですけど、やっぱり動画がねあんまり見栄えが良くないん で今日ねめちゃくちゃ天気いいんですよ。ちょっとねご覧いただきましょうね。これはバンクーバーのね町の水ウォーターフロントにある、ウォーターフロントってスカイトレイの駅のそばなんですけど、カナダプレスっていうところでね、で、こんな風な建物になってて、これカナダ のバンクーバーでエキスポがあった時に作られた建物で、で夏はクルーズのね、ここは発着点になってるんですよ。ちょっとすいません、コーヒースターバックスです。で、あとねちょうどお昼時なんで、もう食べる時間がなくてね、貧乏暇なしなんですよね。で、大したもんじゃないです。これもうスターバックスでとりあえず買ったもうサンドイッチ、もうこれだけ、普通の卵と、そう、朝のサンドイッチですね。これしか残ってなかった。普通ですね。特別なもんじゃ、スターバックス日本にもあるだろうと、珍しくなんともないんでしょうけど。で、お天気がいいんで、今日なんか本当にねお天気がいいんで、快晴ですよね。11月こんな天気いいことなんてもうめったにないから、出てきてちょっと撮り直してるわけですよ。で、それでちょうど海沿いで天気もいいし、気持ちいいからここでこうやって、コーヒーでも飲みながら、で、ひま坊主チャンネルのね動画をちょっと一本ここで撮ろうかなということで、外で撮ってるわけです。ごめんなさい、ちょっと聞き取りづらかったらごめんなさい。でね、一昨日ね雨降ったって、ちょっと今日何の話しようかなと思ったんですけど、グローバルウォーミング、いわゆる地球温暖化で、地球温暖化じゃなくて、気候の温暖化じゃなくて、気候の極端化って言った方がいいと思うんですよね。エクストリームクライメットとかって英語で言ったりもするんですけどね。とにかくこれ日本もそうじゃないですか。もう今までにない大きさの台風来たりとか、あとこう線状降水帯で、あれでとてつもなく雨降って、で一昨日に私雨降ってる中はね、スカイトレイの動画をこう撮って回ってたんですけれど、バンクーバー、結構雨降ってたんですよ。ただ降るな、大雨だなって思うぐらいだったんですけどね、山の方行くとかなりひどかったみたいです。あとニュースで見たんですけど、土砂崩れになって、国道のところ土砂崩れ2箇所で土砂崩れが起きて、でその間に車が100台ぐらい立ち往生しちゃって、どこももう逃げる道がなくて、カナダって結構道が少ないところに地方に行くと、なのでこう1本こう道がこう閉鎖になっちゃったりとかすると、ものすごい回り道とか、下手したらどこも行くとこないとかっていうこともありえるんですよね。で今回それになっちゃって、で軍のヘリコプターでなんかこう救出された人がいるとかって言って、でもう本当もう水浸しですよね。でメリットっていうね、内陸の方ですけど、ここから車で3時間ぐらいのところに、もうちょっとかな、3時間ぐらいのところにある町なんですけど、なんかそこだと
こう川の水位が上がりすぎちゃって、で下水が流せないから、要するに下水処理場でまあ水をきれいにするじゃないですか。できれいにした後それ当然川に流すわけですよね。でも川の水位が高すぎてもう水流せないから、下水処理ができないからトイレ使うなっていうような話とかね、まあ トイレも、まあ、トイレだけなんでお風呂でも何でもそう、とにかく下水流そう、みんなそう、とにかく水、まあ、使ってもどっか溜めとけみたいな、もうそれぐらいのことになっちゃって、だからこれまああれですよね、本当に多分線状降水帯って日本で呼ばれている現象と同じで、まあ、そういうことが、まあ、ここでもあるわけですよ。まあだから世界的どこでもそうですよね。であとニュースでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけど、バンクーバーってやっぱり毎年毎年こうちょっとずつ暑くなっていってるんですよね。で、前はね本当にね30度を超える時がもう年に何回かとか、もう本当そんなんだったんですよ。夜なんて涼しくて何か羽織るものないといけないぐらいの感じだったんですけど、今年ね44だっけな、44度まで上がったのかな。でほら日本でも北海道とかでもうこれまでないぐらいの暑さになったりしてるとか言ってるじゃないですか。でここでも本当44で、でこれもやっぱり内陸の方のリットンって町で、ちっちゃい町なんですけど、山火事起きちゃって町全焼、町が全焼ですよ、町消滅、まあ、これはまあ何年かに前にアルバータ州ってお隣の州ですけどね、でそこにあるフォートマクマリーって町も、ここはもっと大きい、もうこれはもうリットンなんて暗いものにならないぐらいもうシティなんですけど、ここももうほぼ町の大半燃えちゃったとかね、まあ、そんなことあるわけですよ。で自然が豊かだし、まあ、ご覧の通り後ろね綺麗に山見て上雪積もったりしてますけどね、うん、山火事多いんですよね夏になると。でだからそれでもう山火事がすごすぎて、でキャンプに行っても焚き火しちゃダメとかっていうのがもう毎年もう恒例、もう6月ぐらいから9月ぐらいまで焚き火しちゃダメって、キャンプ行ってキャンプファイヤーしちゃダメって、じゃあ夜何すんのっていうね、もうそんな状態なわけですよ、うん、下手をすると公園のピクニックでバーベキューするのもダメとかね、焚き火じゃなくて自分でコンロ持っていてバーベキューするのもダメとかね、まあ、そんなこともある、うん、やっぱりなんか大変ですよね。でやっぱこういうことが起きるとやっぱり山火事を消す予算っていうのが毎年毎年ね増やしていかなきゃいけない。でこれ日本の鉄道もそうじゃないですか。この間飯田線が復旧しましたけれど、 JR 東海で言えば飯田線とか高山線とかもしょっちゅう被災してるわけじゃないですか。で被災して、ね、普通になっては戻しての繰り返し、 JR 九州なんかに至ってもJR 九州の路線が全部完全になった瞬間って本当いつなのっていう、すいません後ろヘリコプターがちょうど着陸するところですんで、ヘリコプターというかヘリ Z かな、結構速いヘリコプターちょっと見ます、いいよ、見ますか、こういうのもね飛んでたりするんですよね。ヘリジェットとか、あとは水上飛行機とかね、結構こういうのがちょっとしたね遠くに乗っていたりするような、こういうのが結構この辺では頻繁に飛んでおりますので、特にこのウォーターフロントのエリアってね、こういうの発着場が多いんで結構うるさい、ごめんなさいうるさくて、でね、そうだからね、そういうやっぱり気候がね厳しくなってくると予算っていうのが大変だし、まあ、政府ね、ここの場合山火事だったら当然政府だから、まあ、税金の話に今度つながってくるだろうし、でそれこそ、ね、JR の場合だったら、ね、まず JR が 自前で直さなきゃいけないし、で直せなくなっちゃったら日田山線見たり BRT にしようとか、今肥薩線がねどうなるか分かんないような状態 でやっぱ鉄道がねこんなこと続いてると鉄道がねどんどんなくなっていっちゃうし、でまあ、ここはここでやっぱりね山火事がひどくなって町全部燃えちゃったりとか、まあ、そんなことがあるわけで、まあ、だからねどうしろっていうわけじゃないんですけど、まあ環境を守るためにね必
一つずつできることからやらなきゃしょうがないのかなと思いまして、やっぱり鉄道がねなくなるのはね、私鉄道チャンネルでもうこれ廃線になってもしょうがないでしょとかってバッサリ切っちゃったりしますけど、まあやっぱりねそれは残るなら残した方がいいし残ってほしいですよ。鉄道がなくなるとねやっぱりね海外から行くとね旅行しづらいんですよ。免許がもう日本の免許だって失効しちゃってるし、そもそもここを右側通行で日本左側通行だから怖くて運転できないしね、なんで免許失効しちゃってるか、仮に免許があっても日本で運転したいとはあんまもう思わないんですけど、やっぱりこう車中心の社会になってくると、海外からね行った時に非常に旅行しづらいっていうのもあるんで、バスやっぱり使いづらいしね、特に路線バスはなかなか分かりにくいから、なるべく鉄道は残してほしいなっていうことで、環境を守るためにねできるだけやれることをやっていきたいなと、そんな風に考えているわけでございます、ということで、今日ちょっと外に来たんでね、外で思ったことをダラダラと喋ってみました。バンクーバーね本当綺麗なとこですよ、こんな風にね本当に、港町バンクーバー、私が住んでるとこはこれ港町のところなのでもっと中だから海とか遠いんですけどね、こんな風に、あとでこう鉄棒チャンネル出しますけどね、向こうにはちょうどウエストコーストエクスプレスという2階建ての朝にバンクーバーに来るで夕方にバンクーバーから出ていく、そんな通勤電車がちょうどあそこに夕方に出発に向けて止まっているのがいたりとかするんで、こんなのもそのうち乗りたいなと思っています。というわけで、今回ちょっとこんな感じで、サングラスしてこれでマスクなんかしたら本当に怪しいですよね、ということで今回は以上でございます。さよなら。